どうも、こんばんちは、キヒトです。真相ノイズ続き、読んでいこうか。花瓶を探しながら、俺とモモは長い廊下を歩く。途中でいくつかの部屋を覗いたけれど、ふさわしい入れ物は見当たらなかった。さくらちゃんのことだけど。当たり障りのない会話が途切れがちになってきた頃、モモはポツンと聞き出した。彼女の思考が自然と雪本さんに向いていることは声で分かっていたから、俺は驚くことなく突然の言葉を受け止めた。鼻に半ば顔を埋めるようにしてモモは声を潜める。今さらだけど、本当に殺されたのかなって思えてきて。やっぱり自殺だったって思う。そうじゃないの。さくらちゃんは自殺なんかしないよ。その確信は今も変わってない。でもね、ほら、班の中に、みんなの中に犯人はいないでしょ。でもあの日学校にいた人は少なかったし、さくらちゃんを窓から突き落とすなんて、そんなことできる人いなかったんじゃないかなって。私はただ単に犯人がいると思いたかっただけなんじゃないかって。そうじゃなきゃさくらちゃんの死を受け止められなかったから。さくらちゃんは自殺なんてしないし、事故だなんて信じたくないって思って。こういうところは俺とモモは似ているのかもしれない。事実よりも自分の思いを優先されて世界を歪めて認識する。じゃあ、雪本さんはなぜ死んだって思う？事故かもって。そんなの悲しすぎるけど、でも認めるしかないのかな。黒月もそう考えてた。俺だって昨日までならそんな風に考えを変えてたかもしれない。でも俺はそうじゃないと思う。え？少し迷った。この先の話を続けていいのかと。雪本さんの死の衝撃は徐々に薄れ、俺たちの班は日常の暮らしに帰ろうとしてる。それが一番かもしれない。けれど、いつかモモには告げなければならないと感じていた。俺とモモの考え方の根本的な違いを。俺の身勝手な、盲目的な、殺人説への執着を。俺には確信があるんだ。犯人は、俺たち三班の中にいるはずだった。でも、根拠は言えないけどな。犯人の心の声を聞いたなんて、ましてやそれが覗きの最中だったなんて、絶対に言えない。根拠について突っ込まれたらどうしようかと身構えた。が、主のやつはどこまでも素直に、俺の言ったことだけを受け止めてくれたらしい。立花君はそう思うんだ。みんなそんな風には見えないけど。でも犯人なら必死に隠すよね。そんな風に見えなくて当たり前なんだ。確かに、みんながさくらちゃんを殺すのは難しい。ほとんどありえない。でも、推理小説はいつだって、その不可能を可能にしていたよ。深い内省に沈むモモは、迷子の子供のような、寄る辺のない表情で、レインボーローズの束を抱え直して、小さな悲鳴を上げた。どうした？時が。バラの棘は、販売店で処理してくれるはずだが、剪定し損ねたものが混じっていたらしい。ももの腕の内側に真っ赤な血の玉がぽっちりと盛り上がってきた。清潔なハンカチを持っててよかった。ももの腕にあてがい、花束から守るように広げた。ももの腕は子供のように温かく、血の玉はさらに熱かった。痛む？チクッとしただけ。うつむいたモモの表情が俺にもはっきりとわかるくらいに沈んでいる。真実は、
棘のあるバラのようなものだって言葉、どこかで聞いたな。推理小説だったかな。すごく綺麗だけど、触ると傷ついてしまうの。私たちが知りたがってるさくらちゃんの真相にも、やっぱりたくさんの棘が生えてるんだろうな。足取りがますます乱れる。ほとんど前が見えてないはずだ。思わ深くうつむき、毒々しいほどの美しさの花に包まれて視界に遮られながら、それでも歩き続けていた。不意に胸が苦しい。見ちゃいられない。こんな花捨ててやりたい。そんな思いが胸をかすめた。俺自身にもよくわからない突風のような衝動だった。桃の無垢で真っさらな頭に、殺人とか疑惑とか、そういった血の臭い概念が渦巻くのを、俺は初めて不快に思ったのかもしれない。桃の素朴な出立ちと独特しいレインボーローズの取り合わせに、ある種の汚れを象徴的に見て取ったのかもしれない。このまま俺と一緒にいたら、一緒に事件の真相を追いかけたら、俺の口にする疑念や真相といったものは、桃の平和な価値観を歪めてしまうかもしれない。それは言うまでもなく、とても惜しいことだった。愚かしい桃は、裏表とか、汚い本性とか、どす黒い本音とか、そういったものを知らないまま生きてきた。もしかしたらそれは、彼女の人生においてはハンデでしかなかったのかもしれないけど、どうやら俺は、そのままでいてほしいと思ってしまっているのだ。桃、俺たちが真実にたどり着いたら、班の中の誰かを告発することになる。犯人はお前だ。桃は顔を上げ俺を見た。まっすぐな目、まん丸い瞳、うるみ、きらめくその表にはちっぽけな俺の影が映っている。死神みたいに。桃は、それに耐えられる。後悔しない。少し迷った、けれど桃はうなずいた。あの時言った通りだよ。私、本当のことが知りたい。嘘の方が幸せでも、本当のことがいい。あの時、校舎の屋上で。私、本当のことが知りたい。そう言ったのと同じ言葉を、多分より重い覚悟を込めて、桃は言った。言い切った。そっか。それなら突き止めよう。うん。再びうつむき、花に顔を見かけた桃が、不意に顔を上げ言った。あ、物置、まだお掃除してないとこ。まあ、そういえば見取り図にあったな。あそこなら花瓶あるかも。あった。ほこりまみれになっていたが、かなり高そうな品だ。重量もそれなりにあるので、俺が持つことにした。桃はバラ。俺は空っぽの、花瓶を抱えて書斎へ取って返す。その道中、桃は先ほどの桃苦しさを払拭するように、努めて明るく話しかけてきた。そういえば、あの後、ちゃんとサインもらえたよ。八代歩先生の。え？ああ。炎上寺歩さんのペンネームか。よかったね。高長ももらえたのかな？二人で大喜びしちゃった。後で自慢してもいいかな。桃園もかさんへってちゃんとフルネームで書いてくれたんだよ。あれって販売防止の意味もあるのかな。まあそうだね、あの名前書かれると価値なくなるからね。自分のね。私サインもらったのなんて初めて。いや、言わないでおこう。そんなに面白いんだ、八代歩先生って。うん、私は好きだよ。ネットのレビューとか見るといろいろ言われてるけどね。ありえないとか、バカバカしいとか、不自然だとか。俺さっき炎上寺歩っつった？炎上寺渡るって言った？
なんか歩に釣られたんだけど。そりゃいいや。俺なんて言ったっけ。まあ、どっちでもいいや。そういう小説はむしろ大好物だ。俺も何かの縁だし、読んでみるのもいいかもしれない。俺たちはキッチンに寄って花瓶に水を入れた。ずっしりと重たくなったそれを抱えて書斎へ向かう。ももも花を持ってるから、イカゴインも急げない。辛い。ようやく書斎のドアの前へ立ち、ももがノックしようとした、その時。不意に、部屋の中から怒号が響き渡った。絶対に嫌だ！え？今の、八代先生。静かに。取り込み中らしい。そりゃ、母さんから見ればバカバカしい夢だろうけど、まさ夢だ！デビューはできたし、なんとか食えるようにもなった。まだ先があるんだ。後継ぎなら、誰か他を探してくれ。あなたね、もう大人でしょうに。自分を支えてきた者に報いる気はないの？私は十分にあなたを自由にしてきた。そろそろ本来の役割に戻ってちょうだい。どうして俺なんだ？向き不向きがあるだろう。むしろどうして半端に自由にさせたんだ。今さら俺なんかが炎上事件を告げるっていうのか。大鳥のお嬢さんと婚約まで済ませてるのよ。口約束じゃないか。約束は約束よ。指輪だって受け取ってくれたじゃないの。あなたも見たでしょ。こんな山の中にまでつけてきてくれてるのよ。それほどまでに先方の家も乗り気なの。今さら保護にできるとでも。ゆり子さんか。あの子はいい子だ。さっき俺の思いを話したらすぐ理解してくれたよ。大鳥のご当主にも取りなしてくれるそうだ。何を勝手なことを。まあまあ姉さん、渡る君、落ち着いて。いたのか、目標に。邪魔者扱いされたようだし、後継ぎ問題のコアな部分には立ち入らせてもらえないんじゃないかと思ってたけど、案外しぶとく食い込んでいたらしい。姉さん、後を継ぐだの継がないだのはもう古いよ。嫌がる一個人を家に繋いでおける時代は終わったんだ。あなたは黙ってなさい。渡るが継がないのなら炎上事件は私の代でしまいよ。全てをお金に変えて寄付でもするわ。姉さん、するわ。いくらなんでも。もったいない。もったいあろうがなかろうが当主の私が決めることよ。渡るが継ぐか終わるか、二つに一つ。ドア越しの声は断ち切れたように静まり返った。だ、収まったんじゃない。激しい睨み合いが続いてる。伝わってくる声でわかる。強盗に興じて借金まみれの弟には絶対に継がせない。自分に継がせる気はないのか。この子を継ぐババア、嫌なプレッシャーのかけ方をしてくるが、引かない。引くわけにはいかない。うわ、ドロドロドロ。なんか揉めてるね。入りづらいな。とは言ってもこれ重いからそろそろ辛いんだけど。水を満タンにした花瓶は妖怪産めが、抱かせる赤ん坊や粉吉爺みたいにずんずん重さを増してくる。あ、そうだね、ごめんね。じゃあ、モモが意を決してノックした。ピリッと空気が先ほどまでとは別の意味合いで張り詰めた空気がしたのは気のせいだろうか。わずかなためらいの後ドアを開いた。いらっしゃい。ああ、花ね、忘れてたわ。その辺に飾っておいてちょうだい。はあ。やれやれ、やっと片付いた。腕が向けるかと思った。どうだい姉さん、なかなか映えるだろう。こう見えても俺の審美眼はスタイリッシュなんだ。探偵ってのは美学がなきゃ務まらんからな。なあ先生だってそうだろう。ミステリーには美学がつきものだよな。そうさ、子供っぽいと言われようが美学はある。あんたと語り合えるとは思えないけどね、浜さん。おいおい、よそうや。学生さんたちがいるんだぞ。すぐに失礼します。待って。え？面白いことを思いついたわ。ねえ、ちょっとしたゲームをしない？ゲーム？
ですか？ええ、私がこの書斎で殺されたふりをします。殺されたふりは？殺され？ああ、姉さんが？演技とはいえ演技でもないな。あれはじゃあ死んでねえの？最初のやつ。それで母さんが殺された後どうする？その殺人事件には何らかのトリックが使われているわ。犯人は誰なのか、どんなトリックを使ったのか、あなた方が探偵になって推理をするゲームよ。推理小説家と探偵と学生チーム、果たしてどのチームが真相にたどり着くのかしらね。え、俺たちも？面白そう。俺らそんな暇じゃないんだけど、主にエンジおじさんのせいで。あんまりお時間は取らせないし、もしかしたらあなたたちの課題のネタになるかもしれないわよ、学生さん。読まれた。顔に出たのか。渡る、裕次郎、あなたたちもやるわね。自分たちも。この人は何を考えているんだ。洋館で事件に巻き込まれて謎解きに挑むなんて、ミステリー小説にはよくあるシチュエーションでしょ。自分でも子供じみたことをと思うけど、一度やってみたかった。この屋敷の完全な見取り図を見て以来。完全な見取り図？なんだそりゃ。特殊な構造でもあるのかな。気にはなったが面倒だった。どうせろくなことじゃない。とっとと逃げたかった。やろうよ橘君。わかった、やろう。ももにはさっきのモヤモヤと晴れない表情よりもやっぱり笑顔が似合う。一旦解散よ。30分後に集まってちょうだい。その間探偵さんたちは互いに接触しないように。母さんはどうなの？誰とも会わない？まさか。私は誰とでも会えるわ。このインターバルの間に全てを仕込むの。犯人もトリックも全部よ。じゃあ探偵とも会えるんだね。必要があればね。なるほど、そういう思考か。どうせ裏を書いて探偵の中のどこかと組むんだろう。誰と組むんだ？こいつか。親子でグルになって落とし入れるってのはありそうだ。これは挑戦だ。負けるわけにはいかない。どんな手を使うつもりなんだ？買収か。金で動くやつはいるからな。さあ解き明かしてみせろ、この謎を。そうしたら少しは見直してあげよう。解き明かせなければ面目は丸つぶれだ。探偵も推理小説家も。このドロドロトライアングルにこんな形で巻き込まれるなんて。わあ、洋館で謎解きなんて、ああ素敵。ももは平和だな。そうしてきっかり30分後、再び書斎に集まった俺たちの前で炎上寺さんは両腕を広げ、おごそかに宣言したのだ。犯人はこの中にいるわ。さあゲームを始めましょう。探偵さんたち、もう一遍部屋の外へ出なさい。長くは待たせないわ。ほんの数分、このドアに鍵がかかるまで。そうして場面は冒頭に移る。そういうことね。ああ、よく見破ったな。そう、俺が犯人だ。な、またかよ。またかよとか言うな。くそ、なんでお前分かったんだよ。俺抜きのトリックだったからと言ってやりたいのをぐっとこらえる。声の数は死体役の炎上寺さんを環境に入れても明らかに良かったし、床に伏せている彼女には見えない光景を見ているようでもあった。その状況が示す答えは一つしかない。誰かがこの部屋のどこかに潜んでいるという単純な解。あとは声の内容を頼りに当たりをつけて隠し部屋を暴き出しただけだ。なんとなく
なんとなくで隠し部屋見つけんな。なんか怖いわお前。まあ昨日掃除した時に食材ぐらつくなって思ってて。だからって隠し部屋出てくるまでしつこく引っ張るか。こいつやっぱり鎮痛劇とか千里眼とか持ってるんじゃ。高中の俺の中の俺がすごいことになってる。立花くんすごいね。隠し部屋見つけるなんて。っていうか隠し部屋なんて初めて見たよ。こんなからくりのあるお屋敷本当にあるんだ。ももは興奮した様子で隠し部屋を出たり入ったりしている。パッと見たところ狭くて暗い殺風景の部屋だが、それでもももにとってはロマンの塊なんだろう。どうやら壁の食材を5階行くと隠し扉が開き、壁の食材をもう一度引くか隠し扉の中のスイッチを押すと再び扉が閉まるという仕組みらしい。高永くんは私たちが来る前からずっとここに隠れてたんだね。いやいきなり呼び止められて何事かと思ったね。炎上寺さんいかにも秘密の任務っぽく言うんだもん。この隠し部屋で身を潜めてるだけでいいからって。何が始まったんだろうってドキドキしてたら立花たちが来て推理ごっこをやりだしてさ。ああそういうことか。でもこりゃ分かんないだろうと思ってニヤニヤしながら見てたらあっさり当てられちまった。炎上寺さんがゲーム開始前に書斎の中で手を挙げてこの中に犯人がいると言ったのは引っ掛けでもありヒントでもあったのだ。確かに犯人はこの中にいた。この書斎の中の隠し部屋に高永は隠れてたんだ。炎上寺さんが宣言したその前からずっと。すごかったわね学生さん。まさか当てられるとは思わなかったわ。床から起き上がり全身の埃を払い落としながら炎上寺さんが微笑む。その背後で渡るさんと浜さんが揃って渋い顔をしているのが目に入った。いやしかし隠し部屋って姉さんいくらなんでもこりゃないだろう。そういうあなたも随分珍妙な説を唱えていたわね。渡るが鍵を開けるふりをしてたんですって。そう考えれば辻褄が合うと思ったんだよ。ノブをガチャガチャ回して施錠を確かめるのも扉に体当たりをするのもなんかあいつおざなりだったし。そりゃそうでしょう。そういう演技をしてもらっただけですもの。ちゃんと事前に打ち合わせたでしょ。炎上寺さんの言う通り一度廊下に出された俺たちはあらかじめ言い含められていた筋書きの通りに動いた。渡るさんが代表してガチャガチャとノブを回しみんなで体当たりしたふりをする。もちろんドアを突き破って侵入したわけではなく、その物音を聞いた室内の炎上寺さんが内側から鍵をかけて招き入れた。そんなコントのような導入部だった。渡るが言っていた通り室内に入る前にあなた自身も施錠を確かめればよかったのよ。そうでなければもっと身のある推理ができたでしょうに。え？単なる自分の確認ミスをあたかも犯人のトリックの一部のように扱うなんて呆れるわ。前提の時点でボロボロということですものね。真相を見抜けなかっただけではなく論拠に乏しい説を唱えて渡るに罪をなすりつけようとした。それでも現役の探偵なの？いやそもそも探偵ってのはこんな絵空事を解決する職業じゃなくて男を地道に依頼を果たすプロフェッショナルで。こんなね名探偵こんなみたいな言うことね絶対怒らないからね。何度あなたの依頼人の苦情とあなたの軽犯罪をもみ消したかしら。トラブルメーカーという職業があればきっとあなたはプロフェッショナルなのでしょうね。このババア結局自分を貶めるためにこんなひどい推理劇もどきをさせたのか。俺らなんかお邪魔だよな。おいとまする？それも気が引けるな。なんか炎上寺さんすごい怒ってる。それにしたって人が悪いな母さん。隠し部屋があるなんて知らなかった。いつの間に作ったんだい？私じゃないわ。この別荘ができた時からあったしちゃんと図面にも書かれているわ。もっとも炎上寺家の跡継ぎだけが閲覧できる完全版の図面だけにしか載ってないけど。見る資格はあったし機会もあったはず。
知らなかったのは炎上寺渡る自身の責任だ。まいったな。150年前のミステリ草創期ならいざ知らず、現代の水準ではアンフェアだし、むしろお笑い草だ。知ってるかい、ノックスの10回を。知ってる。犯行現場に秘密の抜け穴、通路が2つ以上あってはならない。もし登場させる場合はあらかじめ描写しておかなきゃダメなんだよね。それから断罪方法に超自然な能力を用いてはいけないってのもあったんだよな。俺の存在がアンフェアってことか。まあそりゃそうだ。そうね、自分でやっておきながらなんだけど、バカバカしいオチだわ。まったくだよな。でも私はあなたがフェアとする範囲内で謎かけをすると一言だけでも言ったかしら。いや、それは。渡る、あなたはどうせ私には何度も使い古されたトリックしか思いつかないと考えたのでしょう。いの一番に真相にたどり着きたい焦りから、あなたは手軽な説に固執し部屋の探索を怠った。自分で自分の思考を限定してしまった。それは作家としてあるまじき姿勢じゃないのかしら。そんなにも視野が狭い単純な思考回路でこの先何十年も推理小説を書き続けていけると思う？確かに甘かった。学生にも見抜けたものが見抜けなかった。こうなることは分かっていた。自分に甘いんだ。ハマ、ワタルも。これで少しでもそれに気づいてくれれば。炎上寺さん、さすがの追い詰め方だけど、もしハマさんがワタルさんが真相にたどり着いていたらどうする気だったんだ。私は八代先生にはずっと小説を書き続けてほしいけどな。なあ、もういいんじゃね。おいとましない。そうだな、そろそろ限界。まだまだ炎上寺さんのしつけモードが続くのではないかと思っていた俺たちは、突然鳴り響いた扉の開く音にびっくりと身を引き締めた。張り詰めた空気の何の遠慮もなく壊しながら現れたのは黒月だ。あー、俊平、掃除サボってこんなところにいたんだ。サボってねえよ、炎上寺さんに頼まれ事してたんだ。まあ男手が必要な時に限っていなくなるんだから。みんなで探してたんだよ、俊平ってば。ごめんなさいね、彼には手伝ってもらっていたの。今度の合宿の課題にも使えるかもしれないことよ。そう言って炎上寺さんは何やら書類を取り出した。モノクロのコピーと思わしき画質で描かれていたのは建物の図面だ。それってこの炎上寺邸の地図。見取り図は見せてもらったけど、岩に書き込みが多い。どうやら完全版というやつらしい。あちこちに邸内の仕掛けのありかが記されていた。はあ、他にもこんなに。はあ、ここ食堂の大鏡、扉になってるんだ。それにこことここ細い通路でつながってるよ。これ課題とやらのネタにはなるかしら。すげえ、面白いです。めっちゃミステリーっぽい。壁に収納された階段、棚をずらすと現れる隠し棚、壁にしか見えない回転扉、地下の入り口。どんなからくり屋敷だ。ミステリーよりもサバイバルホラー向きだな。うん、それっぽい。だからかな、あっちにもこっちにもいるのは。やめろよ黒月、炎上寺さんの前だぞ。ねえ立花くん、私このテーマいいと思う。みんなにも相談してみようよ。ああ、そうだな。その図面はコピーだから持って行っていいわ。お役に立てたら私も義務を果たせて嬉しい。ありがとうございます。というわけで、なんだかよくわからない流れを経て俺たちの課題は決まった。タイトルは地図の宮市に残るからくり屋敷の研究になった。もっと怪しげな案も出たが、学校に提出することを考えるとこれがギリギリ限界ってとこだろう。俺たちは館内の掃除を続きをしながら、あちこちに隠された仕掛けを確かめ、写真に収め、構造を分析した。こうなってくると
不気味さも不思議と笑える感じに変わる。そうこうしているうちに日が暮れ、雨もますます強くなって強まった。俺たちは今日の作業を切り上げることにする。その晩の食事も夕べと同じくダーマ室で取った。違っているのは川ぶれだ。ユリリはどこ行ったの？食堂だって。レンジおじさん親子とハマさんも一緒らしいよ。なんでだよ、こっちの方が人数多いだろう。いいじゃん、気楽で。ユリコちゃん大丈夫かな？まあ予想はできた展開だよね。エンジョージさん、なりふり構わないし、ゾッとする。あの広い食堂でたった4人で食事。しかも外は嵐みたいになってきてるし。ユリコちゃん、さっきも顔色悪かった。ちゃんとご飯食べられるといいけど。昨日みたいに無理やりでもいいから詰め込んでほしいよな。神器臭いのは嫌だ。何か喋らないと。話変わるけどさ、今日は課題が進んでよかったね。カラクリ屋敷とか意外すぎるよな。雰囲気的にはドンピシャリだよね。狙いすぎって気もする。山奥の別荘に隠し部屋だなんて。昔の人ってナチュラルに中二病っぽかったりするよな。でも何のために作ったんだろう。後ろ暗いことやってたのかもな。壁に死体とか埋まってたりして。それでか、あんなにいっぱいいるの。ちょっとやめてよ。っていうかさ、立馬も桃田も昼間は何やってたの？俊平と一緒に書斎にいたよね。あれはだから課題の相談だってな、桃園。え、犯人役をやったことは言わないでおこう。密室殺人ごっこって内緒にしなきゃいけないの？立花子の話みんなに聞かせてあげたいのに。かっこよかったんだよって。いや言わないでいいよ。興味深いトリックではあったけど、俺の能力はそれ以上にアンフェアだ。余計な選択につながることを考えたらあまり口外してほしくなかった。っていうかそもそもいい大人が密室殺人ごっこだなんて。遠藤寺さんたちの名誉のためにも伏せておきたい。この時遠くで雷鳴が響くのが聞こえた。なんかさ、外すげえ荒れてきたんじゃね。そういえばここへ来る道ってさ、俺たちが通った参道だけだろ。この嵐で塞がれたりしないよな。ちょっと、フラグ立てんのやめてよ。そういえば料理人さん大急いで帰ってたよな。カズマまで。もうやだ、うちの男子。寂しくないよ、どんどん集まってきてるから。もうやだ、どいつもこいつも。合宿2日目の夜が終わろうとしているが、昨晩よりも眠りの遠い長い夜になりそうだ。この神器臭い部屋で夜を明かすのもあと一晩だけだと自分に言い聞かせようとするが、うまくいかない。二日連続で寝不足はまずいな。明日の課題も追い込みなのに。そうは思っても眠らないものは仕方がない。雨音、雷鳴、ガーデン越しの閃光、そのために浮かび上がる部屋のありさまは、夕べよりもさらに凄まじい。ダメだ。ここにいても眠れそうにない。俺は起き上がり部屋を出た。また談話室へ行ってみよう。昨日黒月がいたように誰か来ているかもしれない。と、廊下が出たところで俺の視線はある一角に吸い込まれた。わだかまり、わずかにみじろぐ影。誰かが廊下の壁にすがるようにしてしゃがみ込んでいるのだ。な、あれは大鳥だろうか。雷鳴が鳴り響いて、芽生えたての嫌な予感が加速、嫌な予感が急速に膨れ上がるのを感じた。大鳥！はぎょいながら声をかけると、丸まった背中がビクッと震えた。大鳥はかすかにうめいて顔を上げる。汗ばんだ額がぬらりと不吉に輝く。不自然な発汗だ。顔色は茹で上がったように赤い。息遣いは浅く、必死に抑えているようだが、やけに世話しない。大鳥、大丈夫か？立花。まずい。なぜここに立花が。
は？どういう意味だ？なんだかんだずっと好意的だった大鳥の声だと思うとショックだが、それ相応の事情があるんだろう。放ってはけず、俺は額に手を当てる。ダメ。熱い、ひどい汗で触れた手が濡れてぬめった。すごい熱さな。誰か呼ばないと。待って。熱い、苦しい、でもダメだ、寄らないでほしい。じゃあどうしたらいいんだよ。誰か女子に声をかけてこようか。そんな女の子なら。そうだろうか。ん？その瞬間俺はざっと短いノイズを聞いた。何度か聞いたことがある英語ができない衝動を示すことだ。でもこれって今までは雪本さんや風間と起訴をしたとき、要は精神的な高ぶりでキャパオーバーし、理性が揺らぐ間際に聞いたものだった。それが一体なぜ今こんな状態の大鳥から聞こえるのか、このノイズはどんな意味を持つのか。身構えたところに次の声が聞こえた。なんか浴場してる？なんだよ、これ。大鳥の肉屋そのものの声を上げたときながら、俺はある仮説が自分の中に固まりつつあるのを感じていた。おそらく、雪本さんや固まるときの応用だ。興奮のあまり、精神の枷が外れかけている。大鳥の場合はきっと、何の前触れもなく強制的に突然、こういう状態にさせられてしまったのだ。しかも、ずっと深刻に正気を失っている。そうのが俺の役目だ。俺は大鳥の返答に対する野暮な質問の全てを飲み込んだ。大鳥、俺どうしたらいい？立花君、秘密守れる？秘密？私のことここで見たこと秘密にしてほしいの。知られたくない、こんな集団。いいよ、誰にも言わない。本当に？ああ大丈夫、立花君はきっと守ってくれる、そんな気がする。俺の人となりを評価しているというより復元状態でとにかく信じたいのだろう。それでも俺は嬉しかった。それからお願い、肩を貸してちょうだい。うまく歩けなくて。いいよ、どこへ行く？部屋へ、私の部屋まで。部屋？
部屋でいいのか。肩を貸そうと包帯の背に腕を回した。途端ビクンと柔らかな体が痙攣する。やった、こんなのも刺激にならない。大鳥何感度3年ばりとかなってる本当に大丈夫なのか。大鳥は部屋に帰って一人きりでこれを抑え続けるつもりなのか。連れて行って早く。ああ俺は半端に気遣うのをやめて、あえて荒々しい力で大鳥を叩いてた。のどおくで噛み殺される悲鳴にも一切気づかないふりをする。大鳥が何とか自分で自分の体調を支えようと踏ん張ったのが分かった。しかしそれは1秒ともたず、ガクンと膝の痙攣が全身に広がり、彼女の虚勢を崩していく。大鳥、しっかりしろ。歩くぞ。抱えた方が早いだろ、これ。いけるこれ美薬ってやつだな。乱れた息に、入り混じる甘い声を聞きながら、俺はついに意識してしまった。途端に喉が渇いてきた。歩きにくくなってきた。もちろん大鳥なもみのせいだけじゃない。しっかり気を確かに持って一歩ずつ踏むの、その繰り返しよ。その調子、まだなの。抱えた方が早いってこんなの。いいかもしれないな。気を散らしていた方が。なんかあったのか。あんなところでうずくまった。マタルさんに手紙で呼び出された。話があるからって。時間も指定されて、でもノックしても、ワタルさんは部屋にいなくて。その手紙、自筆じゃなかったろ。怪しいと思ったんだけど。やっぱり罠だ。炎上寺さんが仕掛けたんだ。あの人は家と家を結び合わせるためなら何でもする。そのためにワタルさんを呼びつけ、大鳥と共に一つ屋根の下で一夜を過ごさせようとしてるんだ。欲しいのは既成事実だ。俺が炎上寺さんならそうする。それによって優位に立ち、婚約の口約束を破棄できないよう確約させる。そのためなら美薬の一服ぐらい盛るだろう。盛られたのね。まったく人を何だと思ってるんだ炎上寺さんは。どうにか大鳥の部屋へたどり着き、ドアを開けると、同時に大鳥は崩れ落ちそうになった。しっかりしろ。泣き止めたかったが、ドアを閉めていたせいで間に合わなかった。振り返ると大鳥はベッドの上に倒れ込んでいた。長い黒髪がうねりながら広がり、その隙間に赤らんだ頬と潤み切ったうつろな瞳が見える。大丈夫か。熱波に、慣れた、鼻のように風情を気遣い足を向ける。
大谷は何か物言いたげに瞳を動かしたが、途中で力尽きた様子でまぶたを閉じた。おそらく自分の部屋に帰り着いたことで安心し、媚薬の作用にも耐えかねて意識を失うに至ったのだろう。もちろんその眠りは到底安らかなものとは言えない。寝室には苦しげな荒々しい呼吸が響き、大鳥の体は時折ピクリと痙攣する。それでもあのまま苦しみ続けるよりはずっとマシだろう。一応このままついているか。少し迷った後、俺は椅子に腰を下ろした。大鳥がそれを望まないことは分かっている。彼女は誰にも知らないままひっそりと耐えて朝を迎えたかったはずだ。でも媚薬に耐え続けることが大鳥の肉体にどんな悪影響を及ぼすかわからない。もしかしたら命に関わるような事態になってしまうかもしれない。俺はできる限り気配を殺しながら大鳥の中で荒れ狂う毒の鎮静を待った。それにしてもひどい話だな。室内に響いていたせわしない呼吸音は次第に間隔を広げ、そのうちややテンポの速い寝息くらいまで落ち着いた。鎮静の機会に俺は腰を上げる。心配していたような事態にはなんだそうだし、この辺りで去った方がいいだろう。しかし次の瞬間到来が整き、それを気づけたのか大鳥がピクンと肩を振り持てた。本当する直前の記憶が作用しているのか、苦しげな吐息を一つついてまぶたを開ける。眼差しが何かを探すように揺れ動き、俺を捉えるや否やかすかに見開かれた。その瞳からは日頃の理性的な光が失われていて、ひどく無防備に見える。大丈夫か？大鳥は答えようと口を開いたが、うまく声が出ないらしい。俺に向かってうなずき、お拝みかけることで返事の代わりにした。私、とんでもないことを。立花君にお詫びを。ひりつく喉の代わりに声が大鳥自身の温度を伴って気持ちを伝えてきた。どうやらまだ彼女の理性は回復しきっていないようだ。とんでもないことをというのは、彼女を部屋に運ばせこんな時間まで見守らせたことを示しているのだろうが、大鳥らしい、大行な捉え方だと思う。独立トップを行き過ぎて人に頼らない思考ルーチンが当たり前になっているのだ。気にするな、オードリー。少しかすれてはいるが、オードリーが声を発しておることに安心した。これなら明日何事もなかったかのように振る舞えるだろう。オードリーのせいじゃないから。分かってるから。だから気にしなくていい。あえて曖昧な言い方をしたが、オードリーは俺が彼女の身に起きた事態を何かも見抜いていることに気づいたらしい。憂いと決まったと恐縮しきったような雰囲気が美しい顔を曇らせた。でも、ごめんなさい、立花君。こんなことに巻き込んでしまった。気にするなって言ったろ。大鳥は何も悪くない。権力や財力といったものにとらわれた家の恐ろしさは私自身が身をもって知っているのに。油断したわ。炎上寺さんが渡るさんを招待した時点で疑ってかかるべきだった。私がもう少し注意を払っていたら、私の体は大鳥のものだから、いつかこんな風に利用されることは覚悟していた。でもこんなことに何も関係ない立花君を巻き込むことになるなんて。俺にはもう返す言葉がなかった。こんな経緯にもかかわらず事故を厳しく律する大鳥の意志に触れて、そこから透けて見える大鳥の日常の過酷さに打ち止めされて、住んでいる世界が違うんだな。あれはいわば普段超然としている大鳥が見てた好きなのに、かえって超人との隔たりを感じさせるのが皮肉だった。なぜだろう。死んでしまう前日、ゆきもさんとキスした時のことを思い出した。いつにない混乱によってむき出しの声になり、彼女自身の 音であの瞬間、自分は確かに幸せだったと伝えてきたことを。
ボードトリン。俺は今更ながらこれがチャンスなんだと気づいた。今ここには大鳥と二人きり、そして彼女は何の防備も持たない、その声を響かせている。何？本当にいいんだ。気にしないでほしい。ただ、どうしても気になるようなら、一つだけ俺の質問に答えてほしい。ええ、もちろんいいわ。雪本さんの死について何か知っていることはある？やっぱり立花君は雪本さんのことが好きだったのね。好きな相手が自殺してしまったなんて納得いかないわよね。いいえ、事故でも殺人でも認めたくないことに変わりはないでしょう。私は何も知らないわ。ただあの時、落ちる直前の雪本さんと目が合った。必死な顔をしていたわ。今でも何かの拍子に頭をかすめるし、よく夢にも見るの。何かにすがるような表情、それが何を意味するのか私にはわからない。自殺するような人の顔には見えなかったけれど、それも私の印象で。そうか、ありがとう。いいえ、何のお役にも立てなくてごめんなさい。大鳥が深いため息をついたのが伝わってきた。沈黙の中に、開墾でいいのかなに満ちた声が響く。あの時、とっさに身を引いてしまった。けれど、逆に一歩踏み込んでいたら、雪本さんを受け止められたかもしれない。いや、3階だろ？無理だろ。下手したら、ゆり子も死んでた可能性もあるぞ、衝突で。それ以前にも、雪本さんの悩みをちゃんと聞けていたら、自殺も思いとどまらせることができたかも。杉の効果から完全に立ち直り始めたためだろう。大鳥の声が彼女らしい理性と抑制に覆われて、いつも通りの無機質な響きを取り戻していく。その前に肝心なことが聞けてよかったと俺は思う。大鳥も白か、風間、黒月、大鳥まで容疑者から外れた。あとは高中と北上だけか。とはいえ、男子相手に理性を失うような何かを仕掛けるのは困難だろう。今までの傾向からして、おそらくただ単に興奮させるのではなく、もっと繊細で根源的な心の揺れが必要になるだろうから。俺があいつらにその気があれば可能性はあるけど、普段の声からしてそれはないだろうな。白か黒かを見極めるくらいや見分けるくらい普段の声だけでも十分なはずなんだけどな。どうして犯人はこうもおろおろ出さないんだ。物思いから復帰して傍らを見ると、大鳥は再び眠りの世界に旅立ったようだった。奴らからの影響を繰り返すその体にブランケットをかけてやったところで、緊張が切れたせいか、俺自身も睡魔に負けた。大鳥の隣に突っ伏して爆睡した俺は、朝の4時頃に意識を取り戻し、そっと自分の部屋に戻ったのだった。こうして、合宿2日目の夜が終わった。はい、というわけで、ね、じゃあ今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。ぜひともね、皆さんチャンネル登録、高評価をしていただけたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。